はい、こんにちは、くんです。ということで今回は検索ありジオゲッサーやっていきます。はい、一緒にやるのは彼らです。お願いします。で、ただ全員検索するとちょっとあれなんで、最初は検索ありの人が一人ずつチームにいてって感じにします。でその後、検索あり軍団 VS 検索なしでやります。はい、お願いします。検索ありな、秒数長ければ長いほど有利になりますけど、何秒にします？30でいいんじゃない？いやなんか押せないとかあるから20になると、それ結構消耗だから。じゃ行きましょう。はい。コロさん、キリル文字のキーボード持ってる？買った？ちゃんと。何言ってんの？何言ってんの？キリル文字キーボード。やばいやばい。あれ教えない。これ教えたら勝ちなんだけど。中国語しか登録してない。早見表がある。言語早見表みたいなのある。ああ、まあでもなんか、いやそこも含めて私と暇人の手腕なんで。オッケー、頑張って。何語か分かれば、多分でもこれさ、多分マレーシアとかそっち系じゃねえかな。あ、うん、検索のしようがない気がする。押した降りるよ。フィリピンっぽい。確かに植生 DE は絶対的にフィリピンだな。いやもう明らかに東南アジアって感じする。めっちゃ楽しそう、この人の人生。犬、話し飼い、国は何カ国出てくんだよ。コノさん、フィリピン、山とかで、山脈とかで調べて。それどの辺か、フィリピンのでかい山脈がどこにあるかっていうのを調べた方がいいかも。え、ミネトってさ、これスペイン語じゃないの？調べたんだけど。だったらフィリピンだね。ミネトって書いてあったの？うん、ミネトって書いてあって、それを調べたらスペイン語って出てきたから。あ、じゃあもうフィリピンでいいよ。スペイン語なんじゃない？いや、あの、フィリピンは英語使うんだけど、地名とかでスペイン語使うんだよね。あー、植民地だったから。うん、そう植民地だったから。ちょっと待って、で、フィリピンスペース山山脈で調べて。このさ、何が出てくれば期待できる？場所、地図。フィリピンってフィゴシレンマが使います？え、何？この辺でいいのかな。フィゴシレンガっぽいの使ってるじゃん。いや、わかんないっすね。あ、でもなんか中国とかの文明に影響受けてそうなんだな、これ。なんかGoogle レンズちょっと今インストールするわ。移動しながら。しとけよ。持っていいよ。国旗とか見つけたら Google レンズで一瞬でどこの国旗かわかるから。OK。なんか赤い牛いるよ。赤い牛どこだ？特産品。赤い牛。いや、俺ペルー刺していいっすか、これも。いや、一問目はマステモンで考えても、まあ。ペルー行っちゃおう。なんかもう山掘りになってあれすぎる。しめ縄感のあるものが。あ、間違いなくメキシコではないですね、これ。安心していいと思う。絶対違うな。フィリピン打ちます。あれ、あれ、スペインでもねえし。ゼロ点だよ、向こう。え、一人しか指してない。あれあれ、いや、一応スペイン語です、ちなみに。コロンビア。あ、そうなんだ。ここまずい。もっと言えばよかったな、スペイン語だ。ユーロ圏っぽいです。え、ユーロ。あ、これスウェーデンじゃないかな。違うかな。スウェーデンだと思うよ。じゃあ刺してみ。任せるよ。ナンバープレートは EU。 EU って、いや俺も雰囲気で当てるか。フィンランド刺しちゃった。もう刺す人も一人少ないし、検索も一人少ないんだけど。終わってるよ。終わった。もう地名が書いてあったから、それをそのまま打って調べました。あー、最高じゃん。あ、A2 つだから、これスウェーデンで使う言葉だよ。うん、スウェーデンっぽい。うん、多分これはスウェーデンかリトアニアとかでも使うけど、なんかリトアニアでは品質じゃないんだよな。まあ、スウェーデンか、まあフィン、ワンチャンフィン打つよ、俺。デンマークの方打った方がいい？あの、デンマークの、で、あのね、コペンハーゲンちょっと見て、あー、持ってちゃんと見なかった。いや、でもちゃんと。あ、これ調べればバリバリ出てくるわ。地名調べればいいって感じだね、もう。うん、地名調べて。いや、でも、あの、問題はキリル文字が出てきた時なんですよね。キリルは俺がやる。これ、EU？ いや、EU。EU ですね、多分これ。EU じゃないんじゃないかな、これ。マジですか？ EU じゃないと思う。EU じゃなくて、ここってもうノルウェーっすよ、これ。ね、ロシアで使うやつじゃないね。これノルウェーかもね、ワンチャン。え、でも、いや、ユーロ社じゃないこれ。え、ほんと？いや、待って、ユーロ社と混在してるから、これノルウェーだ。ノルウェーだと思う、多分。ごめん、ゲスしちゃった。うん。多分ノルウェーで合ってると思うよ。わかんないな。え、多分大丈夫だと思う。多分。
標識が、あ、これは EU 社だ。わ、ほんとだ。あ、あ、アイスランド指して、アイスランド。アイスランドかも、これ。これノルウェーね。ごめん、間違った。やらかしたな。ノルウェーじゃないわ。え、アイスランドって。え、EU 社じゃないのも走ってない、なんか。EU 社も走ってるんだけど、EU 社じゃない。だよね。だからスウェーデンとかかも、もしかしたら。戻った。検索できる、検索できる。見回すわ。標識あったらすぐ Google レンズね。北欧のどこだろう。まだ北欧までは一旦出て。それですぐ検索結果で Google マップを押して、そしたら Google レンズから Google マップに移動して。Google マップ。Google マップ。はい。はい。池袋放送事故。いいね。お前ふざけんな。いたお前嘘つき、お前。フィンなんだ。だからノルウェーの車が多分遊びに来てるんだと思う、おそらく。あ。書いてないっすね。英語ですね。英語なんですけど。これ EU じゃない？いや、これは EU です、さすがに。でも、ね、でも、待って。EU 車ですね。全部止まってる地元民っぽいのが EU 車だから、まあ、イタリアでもない。フランスでもないと思う。アイルランド、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 アイルランドです。最高です。アイルランド。刺しますよ。ここ違うわ。さすがコノさん。え、どうやって探したの？いや、AKA のこの会社のフェイスブックに飛んで。引き抑制はして。あ、それいいな。会社を見つけたらいいな、それ。会社を見つけて、いや、会社、まあ、分かんねえと思ったけど、フェイスブックのページで、アイルランドって書いてあったから。え、なんか日本の中華料理屋出てきた。もういいや、もう検索に頼らない。アイルランド、あー、てか左側通行だから、左側通行の国で EU ってもうアイルランドしかないはずだから、卑怯だけどこれが検索の力なんで。確かにね、正しい。相手も分かってる多分。いや、同じことしてる可能性ある、これ全然。多分同じことしてるな、これ。イタリアじゃないですか、これ。コミングストリート、ストリートって書いてある。ストリートだから絶対英語圏だと思う。EU じゃないです、EU じゃないです、これ。右側通行 EU じゃない。これアメリカかも。カフェショップ、これ、アメリカじゃない？これテキサスか。テキサスと見た。多分相手結構詳細まで分かってそうだな。わかんねえ。あ、よかった。え、カナダ？え、ギリカナダなんだ。え、マキシマムって見とけばよかったな。なんか、ドバイじゃないや。バリ。バリっぽい。そう、言いたかったね。バリ島、グアムっぽいね、これ。グアムっぽいな。これすげえグアムっぽくない？なんか、この感じ。そして、クエスタラでソル。太陽のなんとかって書いてある。めっちゃスペイン語っぽいな、これ。いや、多分スペイン語で間違いないんじゃない？N の上にホニャララと A の上にホナレラかで分かる。え、N だったらスペイン語。いや、スペイン語ですね、これ。多分スペイン語。ただ、標識かなとは、標識ゲスかな。ビエンベン。今ね、なんちゃらかんちゃら調べてくるね。文字が出ねえ。出なかった。いいや、もういいや。自分でやるわ。調べる、自分で。調べちゃルール違反だね。仲間に発生。カナリア島じゃねえかな、ワンちゃん。このカナリア島とは、カナリア島、アフリカに浮かぶカナリア島ってのがあって、でもアフリカ人っぽくないよ。アフリカ人いない、カナリア島は。あんまり別に怖い。なんだろう、クイトイセツイスカイスカイスメキシコ、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 押してメキシコシティ押しましたよ。どこだ、パラミアキート。あるとはなかったな。メキシコ、コリマ州、コリマ州ってとこ。コリマ州？あった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 。いけ。やめて。あけさ、海に飛んでった。海に行った。いや、相手も検索能力高いぞ、これは。でも。日本ですね。あ、違う、韓国だ。違いますね、韓国です。あ、ハングルはちょっとわかりませんね。ちょっと待って、韓国なんかもう一瞬ゲスして、なんか変なことさせない。なんか変なの調べられる方がだるい。ハングル、Google レンズで読み取る、早く。読み取る。ハングル。でも、韓国語分かるやつ誰もいないから大丈夫だと思うんで。まあ、多分。
NHK 農業銀行は銀行だったらもう本当にわかんねえわ。ね、農業だったらアルファベットがあるんですよね。じゃあさ、じゃチェンワンギ、チェンワンギ、わからん。チェジュ島一応指しといたら、なんかワンチェジュ島遠いし。めっちゃ寒そうだけど。確かに寒そう。これ北の方かな。そう。北だな。あれ？北だ。あれ？めっちゃ当たってる。プサン。プサンだ。当てたつもりなかったです。あの誰も。ひまじんさん検索するのはいいけど刺してほしいです。うっせ黙れ。あ、もう抜けますこの地。南米というか南米じゃなさそうですよこれ。道路の感じは南米じゃないっすね。右側通行。 EU？ いや違う違う違う、 EU じゃない。この、今から読み上げるよ。はい。 AVDA。 はい。MILLAN。 MILLAN。 はい、調べて。なんかドル表記っぽくない？出てこない、出てこない。多分ウルグアイだと思うんだよな。ルータ5って書いてあるから。あ、なんかさ、国旗ある。何何、どんな国旗？なんかオレンジ、なんか日焼けしてるけどオレンジ、赤。え、これドット UI とかってさ、私が見れてる PDF ってこれさ、あれだったりする？違う、わかんない。押していいっすか、ウルグアイ。多分ウルグアイですよこれ。ルータ5っていう風に、ルータって名前って確かウルグアイだけだったような気がするんだけど、国道の。ウルグアイってドット UI？ UI、あ、そうそう、ウルグアイそうだよ。あ、バス会社あった。しっかり映るようにして。 COPSA スペースバスで調べて。 COPSA スペースバスね。このページを翻訳で。1930年に国内発表。ウィキペディア見てんなら、ウィキペディアのドメインから言って。どこだ、わかんない、どこだ。会社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 。え、どこ？コロニアリコッチ、コロニアリコッチ調べる。コロニアリコッチ、もう、ああ何言ってんの。コロニアリコッチ、ちょっと待って、ソースが乗ってないんだって。コロニアだ、コロニア。本当に、はい、ルータ5。ナイスすぎる。何も話聞いてなかったから、上を押したの。スウェーデン？いや、違います。ボランドが違う。違う。あの、このさ。あ、リトアニアです。待って待って、わかる。もう、ちょっと待って、ちょっと待って。多分リトアニアでいい。一応探して、まだ押さないで。ぶら下がってるようなアルファベットあったりするや、アーケンさん。あ、車会社あった。車会社から検索する意味ないよ、それ。けど、あるような気がする。なんか、ぶら下がってるような。あ、まずいかも。オーストリア、ポーランド、ポーランド、ポーランド一人させる。ポーランド、やってる。ポーランド、リトアニア、あ、まあ、刺しても大丈夫だと思う。あ、うねー。いや、なんか前にヘレスカが小刻みなこの真ん中の白線は、なんかスウェーデンとかにあるってことを話してた気がして。なんすか、これ。ユーロ車じゃないね。ユーロ車、ユーロ車。え、マジ？また混在っすか、まさか。文字が出てこないと検索役に立てねえんだよな。ユーロじゃないっすね。30あれ？これアメリカとかのなんか道路標識じゃないよ。ダウトゥールステプル。何これ？どこの国の標識だ？んか、あ、これ EU 社か？あ？なんか変だな。EU 社だな。EU 社とかあったりなかったりしますね。デンマークだ、多分デンマークのノルウェーから遊びに来てるパターンだと思う、これ。BND 無理、BND って会社。ちょっと喋ろう、BND、BND。イングランド？バンガードトータルバウンドマーケットインデックスファンド、違うな。リテルって会社は？イギリス、イギリス、イギリス。あ、出たで、BND アドバイス、アドバ。いや、多分それじゃない、ファンドじゃない。普通に車に書いてある。スウェーデンじゃないと思う。待って、デープ、あ、ねえ。BBB、ベルギー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 。あ、違う、ベルジウム？何これ？ベルギー、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 ベルギー。じゃあ、多分あれだ。あの、ロンドンから遊びに来た友達だ、多分。なんか、遊びに来ないでくれ。ユーロ社かわかんなくなる。あ。まあ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 。ベルギーやったな。めっちゃ遊びに来るじゃん。
きなり国旗ないっすかこれ。いや、こ…ん？国はコロンビアっぽい国旗だけど、コロンビアじゃないっすね。スペイン語…待って待って、スペイン語とポルトガル語の違いなんだっけ。上に N でふにゃふにゃってなってたらスペイン語で、 A でふにゃふにゃがポルトガル語。A にはついてない、ついてないけど、ついてない言葉なのかもしれない。あと看板でアルトって書いてるかどうかが一番わかるよ。多分南米合ってる。エクアドルかな。待って待って、パレって書いてあるよね。エクアドルか、まあ、コロンビアの可能性もあるんだけど、コロンビアはナンバープレート的にありえないから、まあ、エクアドルで多分合ってると思います。ちょっと言っていいですか。T-O-M-E T-O-M-E T-O-M-E はい、B で、これ地名ね。え、T-O-M-E T-O-M-E B-A-M-B。 待って待って、ちょっと風すぎて。 T-O-M-E B-A-M-B-A ちょっと痛い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 。あ、このスポーツクラブ調べれば。エクアドルの下打つね。はいはい。わ、どこだ、わかんねえよ。あー、今調べた。まあまあ、よかったよかった、エクアドル分かって。それだけでも全然違うゲームしてる声が聞こえるんだけど。ツーンツーンツーン。うわー、一緒にかかってた。クンさんが強すぎる、これは。クンさんが強いな、普通に。やったぜ。こっちが、もう、ひまじさん機能しますね。機能してない。え、もう難しい、文字見つけないと検索までたどり着かん、普通に。まあじゃあ、検索担当じゃ交代する。じゃあ、オパイチ検索するじゃん。ああ、確かに。オパイチとヒマジン検索するとか、オパイチとコノ検索する。なんか、オパイチとヒマジンにするじゃん。いや、ヒマジン検索してもしなくても、チームメイトにカウントされない。確かに、確かに。じゃあ、ヒマジンコノでいきましょう。いや、でもこれネタでいいと思う。いや、俺、え、じゃあチーム変えたいです。え、じゃあ、4対2じゃない？一回やってよ、ヒマジンさんと混ぜる。面白いから。確かに、その方が。一回公開してやってみるか、じゃあ。え、意外と役に立つよね、私。マジでやばいか。本当にマジでやばい。どういうとこ見て検索してたの、逆に。普通に文字とか見れば、まあ、文字を検索するのと、え、Google マップか Google どっちやった？は？最終退席したから、ね、一回。は？お前ダウンロードしに行け言うただろ。はい、スタート。ひまじんもわかるっしょ、これ。これ。ちょ待って。ちょ、この交通標識とかやんな。いや、交通標識じゃなくて普通に書いてあるからわかるっしょ。これフィンじゃないよ、多分フィンかノルウェーか。AAX マリーナ。え、OK、調べる。検索者が出る。SE、SE。スウェーデン、スウェーデン。じゃない？あ、待って、ノルウェーじゃね、これ。ちょ待って、歩くの看板のやつなんだっけ、これ。会社見るわ。スウェーデンだね。歩行者のやつと、この黄色のやつでスウェーデンだと思う。amarin.se ってどこですか？ SE。もう、マジ、もう終わってる。スウェーデン。マジ、もう終わった。スウェーデンです。歩行者のやつが分かりました。あと言語で。海沿い3、まあ、まあ、確かに、北海ね。確かに北海打つべきだったな。そっちがと。うん。やりかと。待って。ん？街の多そうな方に行くわ。これさ、なんかすごい、なんかすごい金持ってそうな国じゃない？オランダだと思う、多分。あ、オランダ、オランダゲスして、オランダゲスしても、オランダゲスする俺が。オーケー。あ、了解です。役立たずが。言ったのは秒数、勝手に言っとけ。いや、待って、一応ちょっと調べる。オランダ社なんだけど、オランダのお友達が遊びに来てる可能性あるから。いや、オランダですね、これはもう。オランダっぽい。オランダの海沿いにして。あのこれ多分だけど、この左の方にあるなんかこうちょんちょんちょんってなってるロッテルダムあたり打って。はい、ちょんちょんちょん。オッケーオッケー。そうナイス。ん、ひまじさんどこ打ってんの？ちょんちょんちょんがちょっと言ってこっちゃなかった。ひまじさんはドイツですね。いや、そうだ、ちょんちょんちょん行きすぎてちょっと探すとこでやった。これ打てに行って、これ Google 検索やな。Google 検索で坂がこうやってあるの。エジプトだから、もうエジプト打ってもいいかも、これ。あ、了解です。エジプト打ちますよ。エジプト、街の方で。はい、ゲストできない。あ、できた。やばって、エジプトじゃないかも、ごめん。OLD、タラ、
アラ FFORT。シフトって結構まっすぐな気がする。え、ちょっと待って、この、え、大丈夫ですかとか言ったどうしよう。違うな。オールドトラフォール。どうしよう。違うな。イスラエル、ヨルダン、レバノンとかか、あと サウジ、さ、あの、一応、UAE 打って、UAE 一応。はい。あんま国ないから、あの、この、これ系。はい、OK。あ、ナイス。おいやエジプトこの同じ景色あったんだけどな UAE かでもアラブ圏ほぼないから UAE かヨルダンかエジプトで行けるトルコはトルコは違うああのアラブ圏なんだけどアラビア語使わないああそういうことかそうなんかシチリアっぽいな会社見えないねベベンティどこの言語右側通行スペイン語でスペイン語で右側通行で間違いなく南米で、うんいやこれ会社名じゃなさそうだ電話番号調べたら出るかいや出ない市外局番とかの関係上多分出ないと思うからやめた方がいいと思う市外マジっすかそれよりも通りの名前で調べてほしいスペイン語ドット DO ドット DO どこ検索してドミニカリパブリックじゃないドミニカ共和国ホントドミニコああ相手分かったぞ多分何かしらパーレーだからメキシコでもないな。で、エクアドルでもない。消去法でボスニアでもない。じゃあ、ペルー一人。うん、アルゼンチン一人。ペルー行きます。ウルグアイ一人で行こう。多分それしたらどれか合うはず。アルゼンチン一人打って。アルゼンチン打ちます。うわぁ、そっちか。プエルトリコか。うわドミニカ。多分あったんだろうな。これ上に旗あるよ。え、これなんかイギリスのさ、なんか島っぽくないなんか。ギブウェイ。旧植民地の。なんか植民、いや、これ多分なんか超マイナーな島だぞ、これ。おそらく。おかしい。うわー、これ多分検索で負ける。えっとね。アメリカ合衆国の右の方にちっこい島あるんですよ。そこ撃てばいいじゃん、撃てばいいじゃん。ベルモンド。ベルマンダこれかあ、はいはいはい。これが打ったとこっす。あー、やっぱそういう感じだよな。これはわかんないわ。偽。これグアムとか打ちそうだな。相手が検索でわかんなかったら。いや、でも見せ目でやっぱ調べるんちゃいます。こういう観光地ちゃんと見せ。いや、でもね、グアムにしてはユーロのマークとかあったりするから、グアムじゃない。アメリカでは打たない。これイギリスだよね、これ多分。でもあまりにもあったかそうだけど。オッケーオッケー。プエルトリコ打つだろうな、そりゃ。この感じはさあイージーさあもうダウンオパイさんやっぱオパイさんの言い方が悪い仮説悪いんだよなあいつのやばなんも聞こえてましたよほんまにマジ俺喧嘩してるからオパイさんで今かわいそうやば言ってることやばえなんかさタイこんな感じの場所あるよ あ違うタイじゃない全然タイじゃないですね乾燥してなさそうあったかそう、ね、イギリスかもねパッと見の雰囲気だと理想だけど植生はアイルランド、イギリスって感じだけどなんか何一つ何もないからでもなんかあでもなんか建物がね石造りだから絶対ヨーロッパだなこれおっ待ってどっか書いてねえ言葉書いてあったけど英語じゃなかったらもうアイルランドでゲスしてもいいんじゃないかなってぐらいアイルランドっぽいないや、フランスの田舎でもこんな感じだよな。ロッチファーム、はい。スコッチだからスコットランドでイギリスかな。あれナンバープレート。あ、これアイ、いや、わかんない。ノーザンアイランドか、アイルランド、多分俺のとこで合ってるな。ここだな。ただ、あ、イギリスです、イギリスです。ナンバープレート、イギリスだった。うん。で、この感じの雰囲気は、イギリスの丘陵地帯だから、左上、なんか、エディンバラとかあたり、つのとウェールズ一人とみたいな、うん、通り名が分かれば俺ちょっと分かるんだけど通り名がないんだよな。でもなんかイギリスのなんかちょこんって出てましたね。トリミンガムって出てるからイギリスで出ましたよトリミンガム。なになになにごめん何言ってる。ここね。打って。打った。おーナイス。ナイス。あこれフランスだね。これフランスだよ。どこだこれ。あー違うクエザこれ。モンゴル山内家だから誰だよ山内家って調べようとしたら普通に家じゃねえ。気まじさそれ家じゃなくそれ葬儀のお知らせのやつだから気まじくんそんなそういうのじゃないよ。
恥ずかしいよ、ひまじんくん。ひまじんくん、恥ずかしいよ、なんかその常識がない感じは、さすがに。やば。ググれ、ググれ。何をググるんだよ。ここら辺、ここら辺のはず。俺、これフランスだと思う。あなたに。あ、もう一個上の子だ、ごめん、俺のもう一個上の方。もう一個上のこの壁の方。ごめん、俺パリ言っちゃった。フランスじゃない。え、ポケモン。フランスかと思った俺、ごめん、ひまじんさん。ポケモン。パリ言っちゃった。ポケモン。え、でもこれなんか植生は、植生はフランスだよ、これ多分。俺の左上の方に言って。左上の方、ほんと左上。この上の交差点あるじゃん。そう、大谷茶農協で調べて出たから。ここら辺でいい？いいよ。見えない見えない見えない。それもうちょい右だね。あざっす。え、検索ゲッスでもこれなんだ。何を調べてんだろうね、向こう。弱い。あ、また日本じゃん。また日本じゃん。え、成田、鹿島やから。成田させば。あ、茨城県ってことはわかる。茨城、029だから。で、ちょっと待ってください。成田、鉾田で、で、2番線の東海道で今調べたんですけど、ちょっと待ってください、ね。ロシア刺した。バケモン。ナイス。バケモン俺、どこナイスなの？成田刺してる。ロシア刺してるから。うるせえ、うるせえ。絶対ちげえやろ、お考えでも。ひまじんさん、俺、薬ストックに刺してる。薬ストックラードに刺してる。オッケーオッケーオッケー。ポケモン。ポケモン。アーケさん、モスクワってどっちかだから。アーケさん、モスクワ。ちょっと対策に勝たないと。ほらな、俺はドンピシャなんだマジで。俺だけ海外旅行してる。南米の。タラで。なんか明らかこんなん。あ、南米じゃないです。南米じゃないです。マジ？アフリカです。アフリカ。はい。いや、違う、南米かも。南米じゃない？ちょ待って、いや、ちょ待って、待って、落ち着け。落ち着こう。言葉を見よう。スペイン。スペインじゃなくて、メキシコって言いたいんじゃない？え、でもね、Google マップで、あの、パン屋調べたら、それ多分、なんかごちそうみたいなののスペイン語とかだったから、スペインが出るんじゃない？あー、なるほどね。ドット IT かも。イタリアっぽくないけどな。え、一応なんかの PDF が出てきたのは、ドット IT だった。わかんないけど。え、これイタリアなのか、やっぱり。イタリアの国旗あったわ。じゃあ、イタリアの俺、変な島さす。パラグライは、上から赤、白、青。真ん中になんかある。いや、でも、明らかにスペイン語だよな。ミスったな、俺。南米ですね。ごめんなさい。アフリカじゃないです。南米でこの滑車があるのってどこだっけな。滑車メキシコにはなかったから、多分、南米の。ロテリアラクラ、え、あれどうなってる、あの、あ、すいません、人種的にこれ中南米ですね。キューバ、ハイチのあっちの方だと思う。ニカラグア、コスタリカ。ニカラグアじゃないと思う。パレ、ニカラグアじゃない？いや、待って、ニカラグアかどうかは判別方法あるんだけど、てかこれね、多分間違いなく南米じゃない。これはニカラグアじゃないと思う。この滑車のやつはなかった、ニカラグアに。あ、待って、ある。白と赤と黒っぽい、なんだこれ、この旗。バハラ。なんかいけそう気持ちに。待って、N の上になんかちょろんってある。え、それは N の上にめってある、ちょろんってあるのはスペイン語の特徴、ポルトガル語じゃないってだけ。いや、もういいっすか、ひまじんくん。お願いします。ちょっとなんか、はい、あったらなんかお願いします。多分ドミニカ共和国だと思うよ、これマジ。うん、プエルトリコではないから。ちょっと待って、ジャマイカも違うから、なんかこの辺ね、なんかね、ナイジェリア、ニカラグア、ニカラグア違う、ニカラグアじゃない、これは。エクアドル、コロンビア。エクアドル絶対違う、コロンビアも絶対違う。南米じゃないから、ニカラグア一応指しといて。ドミニカの、もう刺してる、刺してるから大丈夫。あ、クーさんのところらへん、クーさんのところらへんあたりがちょうど。お疲れ様です。あ、そうドミニカっぽ。いや、この滑車がついてるのは存在しないはず、確か。やっぱ働く場所で環境って人って輝けるんだ。
働く場所が大事なんだね、コノさんわかるでしょ、向こう調べづらくないね。いや、環境って大事なんだな。暇人が当てたのはあんまない。いや、あれあれ、ドンピシャで当てたのいっぱい。今回活躍した最後のやつ俺だからね、これ当てたの最後のやつ俺だよ。国旗で分かったっけ。そう、国旗じゃなくて滑車、滑車のレールがある国は南米に存在しないし、ニカラグアとメキシコでもないから、もう消去法で。何それ何それ、グーグルカーが滑車で行ってるかどう、車じゃなくてってこと。道の通りも南米滑車の国ない。だからアフリカはあるけど滑車の国はあんまないはず。でも俺やめたい、なれた。じゃあ この暇人麦アーケン VS 俺とおぱいちクンさんってやることないから強すぎて。おぱいちよしよし会で、じゃあはい、それでいきましょう。頭回ってないし。おぱいちよしよし会で、え、じゃあアーケンさん、うん、アーケンさんブルーチームだよ、2対4だよ。いや、いいよ、いいんじゃない、検索だし。マジで2対4、2対4。え、だって暇人がなんか、だって戦力なんないから、だって多分話て暇人の検索してって言って結果待ちより自分の方が早いよ。いやいや、俺、自分でスタートで歩き回った。見せも最新だったわ、マジでかかってこいよ、マジで、はい、えアケさん、こっちでいい。アケさん、検索しない、しない、しない、検索いらないじゃん。フランス、スペイン語、フランス語、検索いらないじゃん。いや、フランス語だけど、フランス語は2桁に得ないよ。いや、ボードフォンある、ボードフォンある。これ絶対フランス語と思う。あ、じゃあフランス、パリスって書いてある、フランスでいいと思う。はい、刺して。俺が刺しますよ。はい。え、あのさ、ちょっと若干心配なのがさ、うん、大丈夫か、もうパリなんだ多分。パリじゃん、パリじゃん、あのフランスだな、多分。あのさ、ユーロ車じゃないのが止まってるんですよね、なんか。すげえ不安。まあまあ遊びに来たのかな。パリって書いてるのめっちゃ青い看板で書いてる。いや多分遊びに来ただけだと思う。なんかユーロ車じゃない車が一車止まってる。これ多分南フランスだと思う。南仏なんだこの感じ。あ、いやだった。ここってスペインなんだけど。あれ？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 でも俺ちゃんと刺してるし。あ、で？ちゃんと刺しといたよスペイン。ありがとう。あ、これノルウェーか、デンマークどっちかです。もう確定。OK っていうガソリンスタンダード面白いな。黄色いよ。刺しちゃっていいっすか。はい。ノルウェーかデンマークでしか使わない言葉使ってる。ちょっと俺探索しよう。え、O にスラッシュ入ってるのがそれってこと？いや、AE みたいな。いや、ちょっと待って、これ。あの、一応デンマーク刺しといた方がいいかも。ノルウェーかデンマークどっちか。赤とさ、赤にさ、白の十字の国旗ってデンマーク？あ、それデンマーク。そう、デンマーク。刺したわ。デンマークか、ノルウェーでしか使ってないこの言葉。GG ナイス。マジで予習司会じゃん。テンション上がってきた。予習司会してる。かわいいビル。CZ チェコスロバキア。はい。うろうろしよう。やべ、チェコスロバキアじゃねえや。チェコだ。分裂したんだって。え、でもなんかチェコスロバキアってまとめて言わない、なんか歴史的に、歴史の授業というか歴史上で言う気がする、チェコスロバキアって。え、これ大丈夫、本当にチェコ、なんか国旗が、うん、え、こ、あ、違う、国旗じゃない、 EU の事務所だこれ。なんか遊びに行こうと思ったら遊びに行けなかった。ハンガリーとかに行こうかなと思ったのに。イギリスです、イギリス打ちます。もうちょっと、あ、通りの名前言ってもらえたら俺わかるから、はい、通りっぽいのが。次、ジョーラで歩いて。ホワイトホールロード。いや、あのね、なんか国道7号線みたいなやつが欲しいっすね。ゾーン、ローエミッションゾーン、ローエミッションゾーン。なんか数字が書いてあるはず。トランスポートフォーロンドン。え、じゃあロンドンに向かう、ロンドン付近に一人差しでいい。ちょっと待って、あ、多分なんかありそう。ちょっと待って、刺すの待ってね。なあ、ごめん、無理だ。ナイス。なんで？アフリカ系かな？コロンビアっぽいっすね。コロンビアですね、これ多分。コロンビアだね。いや、俺が。違うわ。いや、あの、ナンバープレート。まぁ、ちょっと遊びに来てる可能性あるから。遊びに来てないっすね。はい、遊びに来てないっす。コロンビアで確定です。ティップスあります。ちょっと待って、一応見るか。いや、あれ？ペルーもこれな気がする。あとね、エクアドル寄りのコロンビア刺してくんない？一応。エクアドル寄りのコロンビア。俺、ペルーな気がした。ペルーの刺しちゃった。いや、ペルーじゃない。
エクアドル寄りのコロンビア、これだと思う。します。それは適当だけど、割と勘だけ、勘というかなんか他の要素だけど、コロンビアだ、よかった。コロンビアだ。スペイン語っぽい。EU で、スペイン語で、あ、違う、スペイン語じゃない。これはね、リトアニアとかで使う。え、PT ドメインあるよ、PT。あ、じゃあポルトガルです。A の上にフネフネがある。A の上のフルフルはもうポルトガルしかない。よし、ポート打ちます。コペンハーゲン。あれこれって、でも待ってよ、リトアニアのバルト三国でも確か使った気がするんだよな、このフナフナってやつ、 A のやつ、 C にヒゲ生えてるみたいなやつ。救急車がある。あ、よかった。やばい、ほぼ同じとこ1個も刺してんの、おもろいな、3人とも。マレーシア。待って、これシンガポールだと思う。俺これシンガポールのどこか特定する。シンガポール刺します。シンミングアベニューらしい。知らない。アベニューだから通りでしょ。いやもう そればっかりです。オーチャードとかあればわかるんだけどな、どっちがオーチャードとかわかれば。空を見てる空気工事が飛んでるかどうか、なんか雰囲気でわかんないんだな。シンガポールね、西側はちょっと違うんだけど、東側は全部こんな感じだから。あ、寺院があるの。寺院はあります。いや、こういう感じ、シンガポール。なんか寺院もあるし。じゃん。おめえ。え、みんな誰もシンガポール刺してないじゃん。びっくりしちゃった。もうラスト1秒で刺して反映されてる。アメリカっぽい。いや、違う、南米じゃ、違う、アメリカ大陸じゃない、これ。道路交通標識、道路の感じが違う。アフリカじゃない。いや、アメリカ大陸じゃない。南アメリカってことか。いや、南米じゃない。それも違う。南米じゃない。でも標高は高い、多分。だなぁ。マジで？これ多分、ドメイン見たぞ、多分。おそらく、この感じは。待って待って待って。止まれの標識みたいななかったか、今。ない。止まらなそうだもんな、この道路。中央じゃ打っていい？打っていいよ。いや、U の上にちょんちょんある。いや、それね、いろんな言語で使う。わからん。わあ、バレてる。なんでわかった？ドメインか。多分。ドメインだったの。2019年、セッコ。野犬がいる、野犬が。あれ、これもう俺見たことある、この野犬。野犬覚えてるよ、これ。これ難しいぞ、これ。多分ユーロだよ。ユーロ系で。ユーロじゃない。スペイン。え、な、何言った、何言った、何言った。俺チリ言った。ドット A。R。アルゼンチンで、アルゼンチン。A R だったら。A R A R。なんか俺野犬。アルゼンチン打っといて、アルゼンチン打っといて。待って、変なところ打った。俺が打つよ。フォークランド紛争のなんか結果ねじ曲げてる。おかしいな、チリのはず。ん？ポーランド、ポーランド説高い。ポーランド、ハンガリーあたりで使うボラードを使ってる。まあ確定ではないからまだ。うん、ポーランド、オーストリアのどっちかな気がするな。 A の上ちょんちょん。 A の上ちょんちょん。あ、じゃあスウェーデン、ノルウェーもある。あ、スウェーデン、あ、待って、スウェーデン地名。マジで？うん、強っ。ちょ待って、ちょ待って、ちょ待って、フィンも打って、フィンも打って、多分大丈夫だけど、スウェーデンで合ってると思う、スウェーデン、スウェーデン。フィンじゃないと思う、スウェーデンでいい、スウェーデンでいい、スウェーデンでいい。スウェーデン3点打ちした方が強い。あ、スウェーデン、絶対スウェーデン、ノル、フィンランドありえない。マテールブルク打つ。広告看板が違う。そんな。あ、看板が違う、矢印のマークが違う。はい。バラロン。これケニアだと思うよ、多分。アイディア。いや、ケニアじゃないな、これ。待って。アイディール。待って、アンテナどこだっけ？いや、ケニアかもな、これ。土の色的にケニアだけど。ああ。英語かどうかと、通行の向き？
右側通行。え、右側通行してる？うん。サンタルチア。サンタルチア？ A の上にちょろんってなんだっけ？A の上にちょろん？ポルトガル語だよ。うん、でもポルトガル語だったら、ブラジルだよ、多分。待って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 、すぐ分かる、すぐ分かる。あ、ブラジル、ブラジル、ブラジルの南西部。ポートアレ、あれ、あれぐらいに。あ、あぶった。相手先押したよな。なんか割と分かってそうだな。いや、通りの名前見たんだと思う。通りの名前書いてあったから。まあまあ。こっちにも赤土あるんだ、こういう。あの、緯度一緒ですもんね、ケニアと。まあ、多分、キリギスとか、そっち系だと思うな。ジェネレーション1です、これ。ある、ジェネレーション1じゃない。これ、アルバニアでもないな。手持ちカメラ。背負ってるね、リュック。え、リュック背負ってるってことは、なんか変な大穴でマダガスカルとかあるからな。あ、あのマダガスカルはリュック背負ってる、ちなみに。ですよね。アメリカの真ん中ら辺ってこんな感じじゃなかったっけ？うん、こんな感じ。いや、でもアメリカじゃないと思う。まあ、ちょっと待って、これダメだ、俺これ以上歩くことができない。脱水で死ぬ。お前は死なない。歩いてください。中央アジアはね、こういうの取ってないはずなんだよね。アメリカの真ん中じゃない？僕はあの宇宙兄弟でこういうの見たよ。いや、多分アメリカの真ん中っぽいんだけど、でもアメリカの真ん中ってこういうウォーキングで撮ってるところ多分すげえ少ないはずなんだよ。うん、全部走ってるね。メタいけど多分違うと思う。マダガスカル撃ってもいいかもな、一人は。いや、バオバブの木がないな。バオバブない。バオバブ出んのかな、バオバブの木って。ストリートビューで。でもさ、マダガスカルってさ、こんな広大か。でもだいぶ広いしな、マダガスカルって。セネガル。いや、違う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 、そっちじゃない。そっちは特徴的なのがあるから、そこではない。真ん中アメリカ撃ちたい。撃ってみる？いいよ、撃ってもいいよ別に。じゃあ普通に南アフリカの王道で行くか。いやー、南アフリカじゃないと思うけどなー。上そうだけどな。ケープタウン近郊、左ケープタウンの上な気がする。ナミビアとの国境地。いやー、なんかウォーキングだから、トレッキングだから、多分マダガスカル割と俺あると思うけどな。歩きしかないんだよマダガスカル。歩きってほぼ出ないから。あー、いやそれは無理、それは無理。ポイント入った。あ、2分。日本だったら大丈夫でしょ。俺トイレ行ってくるわ。やば。アキルノシ、アキルノシです。どこだっけ、飛んだわ。アキルノシ、アキルノシの東京の。ああ、東京か。はい、教会ある。帰ってきたぞ。これどこだ。教会ある、教会ある。教会でもね、カトリック系の教会。でも EU じゃない ?EU これ。ドイツ？ドイツじゃない？わかんない。ちょっと待って。なんかドイツ、あ、フランスで使うやつ使ってるよ。でもドイツ語。あの、ベータみたいなのがあったらドイツ語絶対。スイスじゃない？ドイツ語もフランス語もあった。なんかドイツ、ベルギーっぽい感じちょっとすごいする。あ、このファーマシーのマーク、フランスのやつとすごく似てるな。これ、ベルギーじゃないかな。フランス、いや、ナンバーがベルギーじゃないですか。なんでカトリック強いの？フランスっぽいけどな。あ、なんか確かになんかフランスのような気がするこれ。フランスのめっちゃ田舎とかじゃないかな。うん、第三条ポールはプラーク、多分フランス。待って待って、あの電柱バス、電柱特定します。俺ら勝ってる。雨漁りするわ。あ、フランスのあのあれ使ってるね、一応。その絶対フランスだと思う。フランスの電柱使、あ、フランス、フランス、あのこの青フランスです。絶対 100% フランス、フランスしかありえない。どうしよう、下位置。まあでも平野だから、なんか下ではないんじゃないかな。なんかそれこそなんかノルマンディとか、あのなんかそっち系じゃないかなって思っちゃうけど。ああ、やっぱ立ったバスの地図から特定した。これアメリカじゃね。いや、ノルウェーかもな。アメリカじゃないっすね、EU ですね、ナンバーは。ちょっと待って。いや、ノルウェーでは使わないボラード使ってる。フィンランドでしか使わないボラード使ってる。じゃあフィンっすね。フィンかも。いや、あの、3カ国だとフィンしか使わない。でもさ、まあ、スウェーデンも使うから。
ただスウェーデンはしましまが、あ、しましまだ、スウェーデンかも。あ、いや、あんないな、幅が狭いし。上が黒になってんのってどこだっけな。え、上が黒はフィンランドもスウェーデンも使うけど、フィンランドの方が多い。ただ道案内みたいなのを見ればいいんだけど、スウェーデン俺打つ。フィンサス。スウェーデン刺す。よし。うわ、刺せなかった。スウェーデン。あ、え、あれ俺刺したことになってたのに刺してない。刺せてない。刺せてない。スウェーデン。もうあと500なのに、さっさと倒さないと。確かにね。めっちゃそこら辺刺してた。すごく。なんだこれは。見覚えがある。新しい国だねこれ。なんか新しい国っぽくない？シティとかなんか感じする。ブラ。イエールとフランス、フランスだぞこれ。フランス系、カナダとかじゃないこれ。フランス、なんかカナダじゃない？計画都市感がすごい。ケベックとかじゃないこれ。ちょっと待って。え？カナダの？アメリカ？カナダの計画都市ってどこだっけ？アメリカ合衆国の、あの国旗はある。ちょっと待って、あ、いやいや、大丈夫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 、やんなくていい、まだやんなくていい、もう絶対 100% あの、どっちかは当てれる。カナダの計画首都ですか？ヘンリー・クーナ。待って、標識、標識、マキシマムって書いてるか、どうかで。ストップって書いてある。ストップって書いてある？ストップって書いてある、ケベックではないな。マキシマムって書いてないな。カナダじゃないのか。あ、スピードリミット、あ、じゃあアメリカ。え、計画都市どこだっけ？オタワだっけ？オタワさすか。カナダの首都はオタワ。うわー、これ多分。やば。多分、わかってるな、これ。調べたな。いや、調べてるでしょ、これは。うん。すげえか。ザ・レガシーで調べたの。ザ・レガシー・オブ・キャンパスじゃない？ふざけんなって感じだけど。花ある？生えてる？生えてなさそう。暑すぎる。え、日本だこれ、ガチで日本だ。え、違う？え、日本いや、焦んなくていいんじゃない？え、この日本の山、よくこのピンクのやつ木に巻いてある。東南アジアも同じの使ったりするよ。いや、日本じゃないな。奄美とかだったら本当に日本だけど。グアム刺していいっすか？いや、これラチャーカンは俺グアム刺すわ。日本軍戦ってそうだもん。奄美大島とか行ってもいいよ、一人。日本っぽいもんな。俺沖縄刺すわ。オッケーです。で、あとインドネシア刺す。インドネシア刺したらなんか、あ、よかった。でもユージよかった、変なところじゃなくて。あ、でも2人日本刺してるわ、向こう。バーン。ドメインエネル、え、ネーデルランドじゃない？ネザーランドか。うん、あの、オランダ、オランダ、オランダ車、オランダ車走ってる。オランダ落ちな。 A の15刺せるよね。 A の15刺したら E の31。 A の15のエイゼンブロックってとこ。え、 E の31って書いてあるけど、これなんだ E って。これ、これ高速か。 E31 入口。おお、神。バチケ。やっぱこういうなんかこうメートル単位まで近くなるとなんかかなりダメージ入るね、同じ国でも。ですめっちゃラウンド長いぞ。いや、アメリカじゃね。いや、まあ待ちなさい。これさ、早めにやらね、早めにやらね、これ。いや、俺カナダ、ドメインだ、カナダ。あ、CA だ、CA、CA、ごめん、CA。どこ刺した？どっちの方刺した？トロント刺す、トロント刺す。トロント、はいはい。え、俺じゃあ王道を行く。あれ、どこバンクーバー？左、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 左。いや、めっちゃ上見てた俺。ケー勝った。どっちに、え、なんかスーちゃん何目指してんのこれ。いや、やっぱなんかとっととぶっ殺す方がいいな、検索ありは。はい、完全敗北。もう違う、あとね、検索が最初やばかった。もうなんかすぐバンってやるから検索、検索してる時間がない。ただのプレイスキルのなさみたいな、知識のなさみたいな。アメリカ大陸で当てられるのめっちゃ怖いよな。なんかダメージの差が多いもんね。でかい。もう勉強しないでください。ダメ。パワーバランス崩れるって。いや、なんか勉強量ちょっとおかしいもんこの人。だって今日だっておパイチ多分クーさんに乾杯だったくない？だいぶ任したと思う。うん、よし、GG です。はい。